シュリーニバーサ・マッラは、ネパール、パタンマンラ町の君主。1652年、唐、シッティナラシンハ・マッラが、聖地巡礼に旅立つと、王太子であったシュリーニバーサが、王務を任されたが、次第に王位を得ようと考えるようになった。シュリーニバーサは、キルティプルを首都に、反王政府を樹立し、1658年に、カトマンズマンラ朝のプラタッパマラと友好条約を結んだ。このシュリーニバーサの反王政府はカトマンズのみにしか認められず、バクタプルマンラ朝、ゴルカ王国、マクアンプルセーナ王国などの周辺国には認められなかった。だが、父シッティナラシンハは争いを好まず、1661年に王位を譲って出家し、バーラーナシーへと移った。1672年にバクタプル王、ジャガットプラカーシャ・マッラが、1674年にはプラタッパ・マッラが相次いで没したため、シュリーニバーサが2都に影響力を強め、ネパールの主を名乗るようになった。以降、この王の在位中は3都の関係は平穏であった。また、有能な宰相バギーラ・タバヤーの支えもあった。だが、王子オーガナレーンドラ・マッラは、バギーラ・タバイヤを快く思っておらず、反王政府を樹立した。シュリーニバーサは、結局、1685年に譲位して2年後の1687年に、没した。ありがとうございます。